これは多分皆さんよくご存知かな。はい、そうですね、エーデルワイスの曲でございます。はい、ミュージカル何でしたっけ。そうですね、サウンドオブミュージックの中の、まあ、有名な曲いっぱいありますが、その中でも有名なエーデルワイス、3拍子です、ワルツですよ。 1,2,3。 エーデルワイスってみんな何か知ってる。高山植物ですね。薄い、まあ、白というか薄む青色の高山植物なので、多分横浜ではなかなか育てることは難しいかな。多分北海道とかこう高い山の方に行かないと日本でも難しいので、なかなか見る機会がないんですけど、実はとっても清楚な綺麗なお花なんですね。それでは三拍子のワルツのリズムを取りながらいきましょう。ワン、ツー、スリー。